皆さんこんにちは。ドルフィン交易の野上です。今日は機材を利用してクロップという機材をエフェクトを体験してみたいと思います。それでは早速始めます。なんか泣いてますね。下っかにこっち、今映しているのはバイオです。このバイオのパワーポイントです。パワーポイントを使って説明していきますんで、磯見のビデオ講座っていうことで、誰でも最初は初心者です。習うより慣れよということで、やっていただければありがたいと思います。私は有限会社、有が抜けちゃってますけど、ドルフィン交易の野上と申します。設立が昭和61年です。で、本日のテーマはクロップです。デジタルカメラで画像の一部分を切り出すことです。いわゆる刈り取りということですね。ソフトごとに操作は違うが、やり方は大体同じです。今回は4つのソフトを使って、説明していきたいと思います。プレミアエレメントとファイナルカットがこちらの Mac でもって、2本ともそのソフトが入っておりますんで、やりたい、プレミアのエレメント、それからファイナルカット、そして、もう一つ2番目のプレミアプロとイディウス。プレミアプロの方は同じくこのパワーポイントをやってるバイオの中に入っておりますんで、それでやります。それで、イデュースについては一番最初にか最、まあ、最近買った Windows のマシンでやってみたいと思います。それではプレミアエレメントということで、このプレミアエレメントですが、一番 Adobe のプレミアエレメント2020というのを売っておりますけれども、Amazon で 16,555円で、売られております。それではどういったものなのか、これが Adobe のプレミアプロのプロじゃなくてエレメントです。で、クロップということで、説明しますけれども、クリップをまずタイムラインに配置します。で、I like Facebook というものがありますけれども、これに一旦消しといて、そして表すということがクロップの持っている役目ですので、早速やってみますけども、エフェクトの中に、クロップというのがありますんで、このハテナマークじゃなくて、ここに文字を入れることで、これを押して、クロップと入れて、リターンキーで、もう一回リターンすると、クロップが出てこない。クロップはこの描画というところの、クロップ。
これですね。これをタイムラインにあるクリップの上に持っていきますと、クロップがかかって、ここですね、クロップが出ますんで、それでタイムラインのシークバー、一番最初に戻しておいて、右のところで、クリック。そうすると 100% で、0に なります。で、このまあ、タイムラインのバーを移して、これを左に移動すると。そうすると、ちょっと待ってください。ここで、これがオンで、ここでオンにしといて、消しといて、移動して、これをこう表すと。これでどうでしょうか？こうですね。もう一回やりますね。これで現れるっていうのが、やり方は、プレミアプレの、アドビのプレミアエレメントのソフトです。次に、何でしたっけか。ここに戻って、次にプレミアプロ CS5 というやつでやってみます。これはもう2011年の4月20日に購入した、立川で買ったんですけども、今から9年前ですけれども、現在プレミアプロCC という形で、売られて、毎月課金されるか、あるいは1年間で、年間一括払いで26,160円という形にするか、それで、使うというようになっていますね。ではこれをちょっとやってみましょうかね。リデュースの前で、これはこれだな。こうして、これがプレミアです。もうすでに、先ほどと同じことで、文字を隠しておいて表すという形ですけれども、ここも同じですね。これがプレミアプロのCS5 の中のタイムライン、いわゆる画面です。で、こちらの方にエフェクトっていうのがありますんで、エフェクトでここで、クロップと押すことによってクロップを表示すると、このこれですね、このハテナマークがあるところを クロップとやりますと、これでもう一回リターン起動すと、このクロップが現れます。で、このクロップをこちらのこれにこうかけるってことですね。そうするとここに、クロップが出ますけども、もうすでに一つ目が、二つクロップがついて入れたことになりますけれども、一つ目がここにありますんで、ここが、これもシークバークのところに、このポイントを打つことによって、字が変わっていくと。ここで、例えば打って、これをこうやれば、消したものが現れて消えるということになるかと思います。これが今加えた取り消しで、そうですね。で、これがAdobe のプレミアプロCS5 です。次に、これが映っているんだね。これで俺の顔を映してもらうとどうだ？こっち側の方。この操作してるところ。そうだね。
それで、これが、イデュースですか。イデュースは新しいマシンでやってるものですけれども、こっち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 、今映してる、そうそうそう、それがいいね、やってる感じで。これで、はい、映りましたね。っていう感じですね。それで、これが終わった後が、リデュースが終わってファイナルカットプロですね。これが最後の工程になります。これがファイナル、これですね、これが、ま、あれですんで、一応こっからファイナルカットプロを出すと。で、もうすでに、これですか、これをタイムラインに配置すると。OK 出して、これはすでに、賢いんですよね。ファイナルカットっていうのは、最初からこのいわゆる操作、クロップも変形も自由にできるということで、あるいはこう移動する、こう下げる、これを大きくする、そういったことが一つのこの画面ですぐできますんで、非常に視覚的に、優秀なソフトだと思います。これは戻してきますね。これは0、これもう一回、でこれで、先ほどと同じ、ここの最初のところに、置いといて、これを消すんですね。消しといて、これをキーを打つと黄色くなります。黄色くなりましたね。黄色くなって。これをシークバーを移動して、これを直して、これはもう打たなくても自動的に、なってると思います。他のは打たないとあれですけれども、っていう感じですかね。これでいわゆるクロップで文字を隠していくという、そういう操作、4つの違ったソフトでやってみました。皆さんいかがだったでしょうか。どうぞ一つソフトを、このソフトよりこのソフトということで、自分に合ったソフトをお使いいただければ一番映像に楽しい時間が過ごせるんじゃないかと思っております。今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。 OK